これですね、手作り富士バーグ、行こうと思います。まあまた写真撮って、写真撮らないといけないから一回止めないといけないんだ。さあ、物撮りも終わったんでね、早速食べていきましょう。ではいただきます。藤崎ハンバーグ、なんなんでしょうね。んどこだったっけ。敦賀のソウルフードらしいですね。初めて聞いた。あ、結構死んでるね。やっぱハンバーグなんだ。ハンバーグに薄い衣をつけて、コロッケほどザクザクの、あの衣ではないですけど、つけて、こんな感じね。中ハンバーグ。まあ、これうめえな。で、結構ハンバーグってしっかり下味がついてるんで、そのままでいきますね。うまっ。めっちゃうまいよこれ。まあ、食べてるシーンは多分早くになってるんで。ご飯おかわり。これはもうあかん、ご飯が進む系だ。これうまいわ。さっきのスープと、割れような感じですね。味付けはなんかソースかなんかがもうあれかな、練り込んであるのかな。で、これのハンバーグなんでしょうね。うまいな、これ。あ、うまい。すげえ、凝ってる。なるほどな。確かに、焼くの使って揚げると、また、ガラッと変わりますね。こんなんですよ。すげえ。ここまた切り取ってね。そう。早く急ぐところからね、画像キャプチャしてあればね、いいですからね。なんつう、この、イエーイ。便利ですね。こういう時ね、このインスタントご飯、パッとね、作れますからね。はぁ。当て。いや、これうまいな。ところ。なくなったから一応こっちで一回閉めとくか。ごちそうさまでした。いやー、うまかった。残りのご飯ちょっとふりかけ食べながら、かけながら食べようかな。で、なんだったっけ。あ、そこでどういうあれなんでしょうね。富士バーグ初めて聞くんだよな。ちょっとネットで調べてみよう。敦賀を代表する惣菜らしいです。福井新聞。富士バーグ販売1000万個突破。1980年頃製造開始の惣菜らしいですね。富士食さんっていう敦賀の会社さんが作ってるらしいです。豚と鶏のミンチ肉に玉ねぎなどを合わせて油で揚げ、特製ソースを絡めてるんだ。ソースが絡めてあるんだ。なるほどな。だからちょっと滴る系みたいな感じになってたのは、そういうことか。ソースカツ、あの串カツみたいに一回トプンってつけてる感じですよね。なるほどな。だから衣全体がソースをまとってるから、だから本当に何もかけなくて OK なんだよ。あ、これはね、事前に調べてからちゃんと食えよって話ですね。危うく、ハンバーグみたいにソースかけたらいいのかなと思って、そのままかけて食べようと思いまして、かけて、食べようかなと思ってましたけど、
まあさすがにレビューだったらあれかな、何もなしのねやつで味が薄かったら確かにいいかと思ったらね、まあただの正当な理由でしたね。うん、なんですけどね、私の中ではすげえ大発見だと思ったんですけどね。なるほどね、すごい。あ、でそこで作ってるのをこうやっておろしてるんですね。で、で、現在基本的にこのハニーさんで買える、ので、地元でも有名だし、とか、まあ、あっちの方だったね、鶴岡の方だったらハニーさんもありますもんね。なるほどね。今、ふるさと納税の返礼品にもなってるらしいですね。へぇ。サンドイッチなんかも出てるらしいです。鶴岡の方では。へぇ。まあ、案内の載ってる記事、またリンク貼っておきますんで、福井新聞さんの記事ですね。地元の記事で載ってたんで、まあ、そのあたりとかを、またちょっと参考に見てもらったらいいんじゃないかなと思います。とりあえず、ふりかけかけて残りのご飯も食べちゃおう。あ、やべえな。あれ用が残ってない。ここまだ沸かし器がいっぱい残ってますからね。やばいな。まあまあ、ちょっとまた時間を置いてから取ろうと思います。一応食べ終わるまで雑談しようか。いや、まあ昨日も大変でしたよ。さすがに夜中にこうやって喋ってね。夜中の2時3時にね、喋りながら撮るわけにもいかないんで、普段あんまりご飯が残ることないんですけどね、こういう感じ結構ご飯を食べる日とか高いんですけど、まあ、あそこからさらにね、移行したんでね、よいしょ、うまっ。最後はご飯でね、口の中を締めるいいですね。ごちそうさまでした。まあ、残りの、やつ、サバはまた夕飯かね、なんかで食べるとして、他のやつもね、また、おいおいとレビュー入れながらやっていきたいと思いますんでね、どうぞよろしくお願いいたします。一回、本編動画もこっちで切ろうかな。で、まあ、また多分続きでその食べてる動画が多分動画的に上がってると思いますけど、ちょっと一回、お休みして一回これで引き出していただきたいと思います。もしかしたらこれ回るかもしれないんで、一応挨拶はしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。